はい、おかえりお疲れ、こんばんは、マチコでございます。さあ今回はですね、久しぶりに Who is Princess のお話をしていきたいと思います。 Hulu の完全版も14話ということで、ファイナルミッションのね、最後のパフォーマンスが行われました。それを見た私の感想、そして、最後のデビュー組予想をしていきたいと思います。それでは行きましょう、スターテン。はい、ということでございまして、前回の13話そして14話というところでファイナルミッション、前回13話では、ファンというテーマ曲を課題曲として、プリンセス組そしてチャレンジャー組がパフォーマンスを披露しました。そして今回14話ではですね、また新たなサンバディというガラクティカのお二人が作った楽曲がまた課題曲ということで、振り付けはキールルーティンさんがまたされたということで、まあ、素晴らしい曲になっているわけでございます。すごいよ、本当すごいことなんですけれどもね、その課題曲を今回はプリンセス組とチャレンジャー組が発表したということになっております。練習風景なんかがね、それぞれパッとこういろいろ長いことをやっておりましたけれども、今ね、まあ、今回私が 見た上でお話したいのは、もうステージだけを意識するようにね。まあ、ここまで見てきてみんなええ子やっていうの分かってますし、ね、うん、みんな努力してるっていうのも分かってますし、まあ、それはもういいかなと。人柄とかそういうものはもうみんな全員クリアでいいんじゃないかなと思います。ですからもう今回のステージ、これが全てというふうに判断してですね、最終メンバーを決定していきたいなというふうに思うんですけれども、まずはですね、チャレンジャー組ですね、こちらのパフォーマンスが行われました。まあ、本当に良かった。もうみんな可愛かったし。で、審査員の皆さんもね、もうなんか前回に比べてすごくもう緊張もほぐれて、素晴らしいステージだったとか、ウンギョン先生もね、とチャレンジャー組は、ゆきのちゃんの成長が素晴らしかった。そして、りんごちゃんもね、良かったよ、お言葉いただいておりました。まあ、全体としても非常に良かった。安定したパフォーマンスが見せていただきました、なんて言っていただいて、まあ、実際本当その通り良かったですよね。ゆきのちゃんもラップみたいなパートも頑張ってたしね。うん、りんごちゃんの歌良かったな、とにかくね。非常に高評価だったわけでございます。で、対するプリンセス組、こちらの方が、うたちゃんと、りんちゃんと、ゆめこちゃん、そして、ほのかちゃん、ほんで、りおちゃんと。いうことなんですけれども、こちらの方もね、また、ギャラクティカの方は非常に同じように褒めていらっしゃいました。練習期間がね、ファンよりも短かったにもかかわらず、非常に素晴らしいパフォーマンスが見れましたと。緊張もほぐれているようで、とても良かったです。それぞれの個性が、実力のね、に関係なく現れていて、個性が現れていて良かったよ、というようなお話がいただきましたね。すごく良かったなと思います。運行先生も、今回、まあ、チームとしては、こう、ちょっとパワフルさ、強さ、エネルギーみたいなものはちょっと足りなかったなという気がしましたけれども、うたちゃんの成長は素晴らしかった。りんちゃんも良かったよというようなね、お言葉いただいておりましたので、良かったなと思いましたね。チャレンジャー組のパフォーマンスと、プリンセス組のパフォーマンス、同じ楽曲、同じ振り付け、なんですけれども、やっぱり本当に雰囲気が随分違いましたよね。チャレンジャー組の方は、どちらかっていうと、やっぱ可愛いコンセプトの方が勝ってくるというか、まあそういうメンバーで構成されてますからね、どうしてもね、ゆきのちゃん、りんこちゃん、ゆうちゃんに、にじかちゃん、で、ななちゃんということですから、このメンバー、パッとこう思い描くだけでも、あ、可愛いっていうコンセプトの方が合うようなメンバーですから。で、まあ今回、ななちゃんがね、センターとしての役割を見事に果たしたよっていう風に、まあ、運用先生もね、褒めていただいて、まあ、奈々ちゃんはね、センターの役割ができてなかった、今まで、結構その、ちょいちょい言われてたんでね、本人もやっぱプレッシャーに感じて、気にはしてきたと思うんでね、最後にその言葉いただいたのも嬉しかったやろうなと思いますわ。もう番組当初からね、オープニングの映像からしたって、もうセンターでボーンって始まるわけですから、センターで活躍しろよっていうのをね、もう期待されてるっていうのは本人も分かってるわけですよ。で、そういうセンターになる自分にならなきゃいけないっていう思いを、もう人一倍背負ってこう頑張ってきたオーディションやっただけにね。まあでも最後本当に、ああ、やっぱりこの子はセンターの子だなっていうふうに思いましたね、正直。そして、まあ、あとプリンセス組ですよね。プリンセス組はもう、また違う印象が受けたわけですけども、やっぱお姉さんな感じがしましたよね。お姉さんな感じがしたっていうか、まあね、言うても一番最年少万年のね、りんちゃんもいるわけですから。ね、りんちゃんと一番最年長の、まあ、ゆめこちゃんもいるというようなね、チームなんですけども、どっちかというと、ちょっと落ち着いた感じの、よりガールクラッシュ的なイメージが、雰囲気は、やっぱりこっち伝わってきましたね。歌い方もそうですし、わーってこう、結構、なんていうんですかね、下からぐわーっと来るようなね、かっこいいなっていうようなイメージが、わーっとこちらに伝わってきたんで、よりガールクラッシュだったなという雰囲気はありましたよね。まあまあ、それが、
皆さんね、一生懸命話し合いしながら表現、思ってたのがちゃんと伝わってよかったというふうに、リオちゃんなんかはね、言ってましたけれども。はい。といったところでございまして、いよいよ今回、これでパフォーマンスはもうすべて終了と。そして、おそらく次回はもうデビュー組の発表ということになるわけですよね。ですからまあ、一体デビュー組に残る5人、まあ、誰になるのか、この辺にね、皆さん期待していただきたいと思います。で、ここで終わるわけにいかないんですよね。うちの番組としてはね、うちのチャンネルとしては、もうテレビ、日テレさんとかね、そのフールーさんとか、もうあちらの方ではね、もうそれでまた15話にまでこう引っ張っていいんでしょうけど、まあうちとしてはもう、ここでやっぱりもう発表しとかないと。ね。やっぱ本家の方で、まあ来週あたりね、発表があるわけですけど、それに、私の予想するマチコ5がどれだけ正解しているのかっていうのをやっぱり予想して、来週は正解、答え合わせしないといけないんでね、発表していきたいと思います。本家に先駆けてマチコ5、デビュー組を発表したいと思います。それでは、お願いします。発表します。まずは、ゆみこちゃん。ゆみこちゃんです。はい。ゆみこちゃんはね、本当に、まあ、一番お姉さんで、メンバーをね、面倒見ながら、ここまでよく頑張ってきたと思います。うん。まあ、それもそうなんですけど、やっぱり、まあ、実力的にもね、しっかり培ってきたものもありますし、今後もですね、デビューしても、デビュー組でも、みんなを引っ張って、お手本となるような、もちろんリーダーとしてね、みんなを引っ張って、素敵なガールズグループを作っていただきたいという思いで、ゆみこちゃん、頑張ってください。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そして二人目ですね。はい、二人目は、りんちゃん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。りんちゃんはですね、本当にまあ、一番万年ということで、最年少にも関わらず、本当にこう、いや、一番しっかりしてるんじゃないかと思うぐらい強い心というかね、強い信念を持って頑張ってきてるなというふうにずっと見ていたわけなんですよ。でもその強い心が、あれだけのパフォーマンス、ダンス、歌っていうものをね、作り上げてきたんだな。誰にも、人一倍努力して、負けず嫌いで頑張ってきたからこそのパフォーマンスなんだなっていうふうには私は思っています。うん、ただ、でも、最後のパフォーマンスの前に頑張ってきた、あの歌唱指導のね、歌唱レッスンの時に見せた、あの涙、悔し涙なのか何か、それは、私にもわかりませんけれども、うん、あの素晴らしい、あ、まだまだこの子は伸びるな、というふうに思いました。何より最後のパフォーマンスでですね、あなたは素晴らしい歌を聴かせてくれました。あなたの歌声は私大好きです。はい。これからもっともっと、まだまだ、もっと表現力がついて、こう、いろいろ経験もすれば、また素晴らしいアーティストになると思いますので、ぜひとも、これからも努力を忘れずに、頑張っていただきたいと思います。りんちゃん、おめでとう。さあ、そして、3人目、参りたいと思います。3人目は、リオちゃん。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。リオちゃん、おめでとうございます。はい。あなたはですね、とても非常に個性的なもう空気をまとっています。はい。ガールズグループになくてはならない、存在だと思っていますのでね、唯一無二な あなたの個性をですね、もっともっと光らせていただきたいと。思いますね。うん。そうですね、あなたのダンスはもう本当に間違いなくナンバーワンだと思いますから、そのダンスのスキルをですね、もっともっと磨きをかけて、そしてボーカルもですね、もう実際のところ最後のパフォーマンス、あとはボーカル大丈夫かな、リオちゃん大丈夫かなっていう心配は私あったんですけども、最初の歌い出しがちょっと、すごくドキドキ不安でしたけれども、最初のパートを歌い切った時に、ああ、大丈夫だと。うん、ああ、大丈夫。ちょっと不安あったけども、ああ、大丈夫だ、うん。まだまだいける、うん。こっからどんどんまだ
伸びていけるから大丈夫っていう、なんか安心感を与えていただいたのが、まあ、今回のデビュー組に残ったね、最後のポイントだったなと思いますので、はい。これからも歌の方も頑張って、もっともっと努力して、素敵なガールズグループね、作っていただきたいと思います。りょうちゃんおめでとう。はい、ありがとう。うん、さあ、そして残りは二人、あと二人でございます。四人目、発表したいと思います。4人目はですね、うたちゃんおめでとう。うたちゃんおめでとう。うたちゃん、まあ本当にね、あなたがまあ残った一番のポイントというのはですね、成長ですね。成長、何よりも誰よりも成長したなと感じさせてくれたのがあなたでございました。この短い期間でここまで頑張って成長できたあなたは、これからデビューしてもなおもっと成長するだろうという可能性も見せてくれた。だからこそ今回のね、デビューを勝ち取ったと言ってもお間違いないわけです。あなたはね、バレエをずっと小さい頃からやってきて、それで、培った基礎、素晴らしいものありますが、その反面バレエをやってきたがゆえに、身についてしまった、そのバレエならではの動き、これが、このガールズグループ、ガールクラッシュとしてやっていくチームのダンスとしては、悪い癖というふうにも映るわけですね。その悪い癖、といったようなものが最初は気になってたんですけども、それをこの短期間の間に見事に修正して矯正して、今現在今日の、ステージを見せていただいた時には素晴らしい、この子はできるね、やればできるね、やればできる子、 YDK、もうそういう風に思ったわけでございます。はい。素晴らしかったです。はい。そして、さらには、もうやっぱり歌で、ね、歌がね、もう本当最初ちょっと、もう、歌も安定感がやっぱり欠ける。少し細いなという感じがあったにもかかわらず、この回を追うごとに、そしてこのミッションを経るごとにですよ、あなたは本当に歌が上手になってきた。なんなのあなた。あなた、すごく上手よ。びっくりしたわ。と、りょんりょん先生もね、おそらく言うと思います、本当に。あなた、本当に、どんどん上手くなっちゃう。ね、だからもう、表現豊かにね、表情を、こう、また、豊かにすることによって、また表現力もついてきて、それがまた歌唱力の、にもつながったと。本当にね、そういうもう素晴らしい、あなたの成長、物語を見せていただいた。そういう気がします。はい。ですから、これからデビューしてもですね、もっともっと成長した素晴らしい姿を見せていただきたいと思います。はい。おめでとう。うたちゃんおめでとう。ということで、あと、ラスト、最後の一人となりました。最後の一人がね、これは難しいです。正直今も迷ってます。今も迷ってます。今も悩んでます。どうしよう。本当の審査員の先生たちも大変だろうなと思います。もうこんな思いで選んでるんだ。いや、もっとすごい思いで選んでるんだと思います。はい。ということで、まあ、なので私もね、選ばないわけにいきません。選ばしていきます。クイズプリンセス、デビュー組。5人、最後のメンバーは、りんこちゃん、おめでとう。そうです、あなたです、りんこちゃん、おめでとうございます。はい。まあ、先ほどもね、申しましたけれども、もう本当今回の最後のステージ、これがもうすべてというふうに私は考えております。はい。今回のステージでどうだったかということが、すべてでございます。そこにおいてあなたはですね、本当に歌い出しから、途中、もうすべて、このパフォーマンス終わるまで非常に安定したボーカルと表現力、私を引きつけるというね、そういうパフォーマンスをしてくれました。はい。もうあなたは、あ、もうこの子準備できてんな、もうデビューの準備はもうとっくにできてんなっていう、もう本当になぜ逆に、なんでまだデビューしてないんだろう
ていうふうに思わせてくれたあなたのパフォーマンス。これがあったからこそ、このチームには入れなきゃいけないなというふうに、私の気持ちを決めてくれました。はい。そして、もう本当にあなたはもう表現豊かで、ね、歌も成長しましたし、まだまだこれからもっともっと輝いていって、このグループの中でも、もう、もっとキラキラ、もう、パンチャパンチャ、パンチャパンチャ、パンチャパンチャする人だなと思ったので、頑張っていただきたいと思います。はい。うん。大丈夫です。5人で頑張ってください。おめでとう。というような5人が決まったわけですけれども、まあ本当に、ここで、ね、多くの方は、ナナちゃんは、ゆきのちゃんは、なんてね、ほのかちゃんは、とかいう、にじかは、ゆうちゃんは、もういろいろな、それはもう、それはそうでしょう、それはそうでしょう、皆さんのね、応援してる子がいろいろ違うわけですから、もう正直言って、正直言って、ナナちゃん、悩みました。言わへんよこんなこと、テレビの番組では絶対言わへんことよ、うん、ここやから言うわけよね。うん、奈々ちゃんなんや、奈々ちゃんだって不動のセンターって言われたらね、センターとして頑張っていかなあかん人やって、日本でも頑張ってきたやん、うん、成長もしてきたやん、もうね、でもずっとこう、もう表情が動かないあの感じでね、でもステージだったらもうすっごい映えるし、見栄えもええし、やっぱセンターやなっていう感じやったんだけども、最後の最後、これもデビュー前最後のステージっていうステージで、さっきのリンコちゃんとはまた違う、デビューの準備があと一歩、あと一歩っていうところ、うん、なんですよ、うん、めちゃめちゃいいね、めちゃめちゃいいし、絶対センターをやる子なんです、この子、うん、だけどまだ準備があと一歩できてない、いや、まだデビューしてないからじゃないんです、もうここではもう運行先生も言ってましたよね、うん、練習生じゃないんだから、もうってもう世界をまたに、世界をにグローバルに活躍するガールズグループ、もう今デビューするんでしょ、もうって、うん、だからそれを考えたときに、もう今出してもいいよっていうメンバーじゃなきゃダメ。うん。奈々ちゃんはそのグローバルで活躍するガールズグループの一員になれる素質は十分にある。しかもそのセンターを務める、素質は十分ある。でも準備がまだできてない。今じゃないでしょ。っていうことです。だから今回は残念ながら、涙を飲んで、奈々ちゃんのデビューは一旦保留ということになりました。ね、まあそういう意味では、にじかちゃん、ゆきのちゃん、ね、いか、ほのかちゃん、ゆうちゃんも一緒というふうに考えていただければと思います。はい。非常に、苦しい選択でございました。はい。ちょっとマイクを貸していただきます。よく大変やで。ね、ウンギョン先生も、リョンリョンさんも、もう他のね、審査員の人たちもこれ選ぶって言ったら大変やと思う。もうすごいエネルギー。よかったわ、私呼ばれんで。ほんまに。まあ、そんな感想を持ったマチコでございます。実際のデビュー組は来週決まるということですから、それが決まった後でまたこの答え合わせをしていきたいと思います。まあいろいろね、ご意見はあるかと思います。はい、マチコお前どう、何見とんねんと。何を見てたの、何を聞いてたの、いろんな意見があると思います。もうどうぞ、それは遠慮なくコメント欄の方にお書きください。今回私はですね、一応、自分の好みとかそういったものは一切取っ払って、もう最後のステージを見た上でガールズグループ5人組パン今っていうことを、ね、この枠で選ばせていただきましたので、私も個人的にはほんまやったらあの子とあの子を入れて、うん、っていうのもあるんですけど、うん、あえてそこはもうちょっと心を鬼にして決めさせていただきました。
こちらのチャンネルでは、にじゅうちゃんを中心に K-POP の気になるアーティスト、トワイスちゃん、ケプラーなどなどお送りしたりしてます。あとはね、こういったサバイバルオーディション番組のお話なんかもしておりますので、ぜひともチャンネル登録してないという方は、ぜひともチャンネル登録していってください。よろしくお願いします。はい。高評価ボタンもよかったら押してください。ということで、またお帰りお疲れこんばんは、まちこがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。